東京五輪開催まであと5年。その間、この五人の偉そうな振る舞いと、愚かな方言に付き合わなければならないとは、暗淡とさせられるではないか。今や、日本最大の老害といっても過言ではない森喜朗元総理78。その権力の源泉、そして、利権の構図とは。総理大臣時代、森喜朗氏は、日本は神の国と発言して、 批判の集中砲火を浴びた経験を持つ。その神は、時に驚くべき偶然を用意することがある。6月中旬、東京赤坂。偶然にも、新国立競技場問題の渦中にある二人が、同じ料理屋で、それぞれ会合に臨んでいた。一人は、東京五輪パラリンピック組織委員会会長の森氏。もう一人は、下村博文文部科学大臣だ。 無論、双方とも個室での主演だから、何事もなければ、互いの存在に気づくことはないはずだった。下村氏の会合に出席していたのは、彼が所属する自民党の派閥、清和会の若手議員15名ほど。目を疑うような光景が繰り広げられたのは、会合も、そろそろ中止めという頃合いである。もともと、個室のドアは少し開いていたのだが、そこから突如として、森氏が、 そのの巨体を滑り込ませてきたのだ森さんはトイレに行く途中だったのですがドアの隙間から見て中に下村さんがいることに気づいてしまったのです。と県の料理屋の関係者そのまま下村さんの部屋に入っていこうとするので店の者がやめてくださいと制止しましたしかし森さんはいやちょっとみんな知り合いだからなどと言って結局 部屋に入ってしまったのです。思わぬ侵入者の登場に、下村氏を含む全員が凍りついたことは言うまでもないが、さらに、森さんは、東京都に資金を出してもらおうなんて、いつまでも考えてるんじゃない。などと、下村さんに対する批判をわーっとぶちまけた。で、3分くらい喋り続け、嵐のように部屋を出て行った。下村さんたちは、 唖然として一言も発しませんでした、どう政治部デスクが言う6月中旬といえば、新国立競技場の建設費が当初の倍近くに膨れ上がることが指摘されて、世間の批判が高まり、計画を見直すべきだという声が上がり始めていた頃です。しかし、見直しとなれば森さんがこだわる2019年のラグビー W 杯には間に合わない。森さんは、 混乱の原因は下村さんにあるとして一方的に不満を募らせていましただからといって料理屋で下村氏の姿を認めるやいきなり部屋に乗り込んでいって激烈に批判するとは元総理いや大人のすることではあるまい結局最後までザハハギド氏の案にこだわり続け安倍総理の説得を受けてようやく折れた森氏 たった2500億円も出せなかったのか。ザハンは生ガキのたれたの、みたいで嫌だった。周囲を振り回した挙句そんな憎まれ口まで叩いて、国民をうんざりさせたのだ。森氏が五輪組織委員会の会長に就任したのは昨年1月。翌月には、日本スポーツ振興センター、JSC 理事長の河野一郎氏を、組織委員会の副会長に選んでいる。河野氏は、 森氏の子害とされるる人物である組織委の会長に就任する前森さんは会長は財界から出すのが一番いいなどと周囲に話していましたが本心は全く違った自分が会長をやると密かに官邸に働きかけていたのです官邸関係者そうしてつかみ取った組織委会長の仕事について森氏は講和している僕も無報酬だ わずかばかりの議員年金は家内に渡してね。日当は手をつけず、組織委のメンバー全員との盆、暮れの打ち上げ台にためてる。いろいろと気を使ってるんだよ、7月17日付産経新聞。すべてはメッシュ暴行というわけである。国民に望まれないご奉公ほど、はた迷惑なものはないが、オリンピック以外のところに目を転じても、森氏には。 第一線から退くつもりが全くないことがわかる森氏が政界引退を表明したのは12年7月のことだがその後も彼は自身の政治資金管理団体春風会を存続させているしかも引退後も活発な資金集めをしているようで13年分の収支報告書を見ると年間の収入額は約1億円その内訳は7月に催された 私の履歴書出版記念会で約4,500万円12月の春風会忘年霊会で約4,900万円などとなっている春風会忘年霊会に出席したことがある講演者の話例年東京都内のホテルで行われ出席者は700人から800人会費の額は決まっておらず1万円を振り込む人もいるし20万円という人もいる 政治資金の問題に詳しい神戸学院大学の上脇弘之教授は政界を引退した人が資金管理団体を存続させていること自体が奇妙ですが引退後もその団体が年間1億円もの資金を集めているとなるとこれは異様という他ありませんと語るがこの春風会をめぐっては他にも奇妙な点があるまず1点目それは 春風会が発行していた機関紙「春風」についてである「春風」には、毎号、数多くの企業広告が入っており、総理時代、森金脈の一端を示すものとして、雑誌などで批判された。実際、数年分の「春風」を確認したところ、並み居る有名企業の広告が入っていることが分かったが、気になるのは、ゼネコン2社の広告だ。大成建設は、85年以降、 少なくとも6回、竹中工務店は87年以降、同じく6回の広告を出している。この2社は、ゼロベースで見直しとなる前の新国立競技場計画において、技術審査を経て建設予定業者に決まっていたが、これは偶然だろうか。もう、1つの奇妙な点は、春風会への資金移動について。12年分の収支報告書を見ると、 政界引退表明後の10月から12月にかけて春風会は自由民主党石川県衆議院支部から3回に分けて総計5300万円の寄付を受けていることがわかるちなみに森氏が代表を務めていた自民党石川県第2選挙区支部が自民党石川県衆議院支部に名称変更されたのが1回目の寄付の直前 三回目の寄付が終わった直後に自民党石川県衆議院支部は解散している。森さんは、もともと長男の結城氏に自らの地盤を継がせようと考えていましたが、その結城氏は散々問題を起こした挙句、11年に亡くなってしまった。で、森さんの選挙区の後継者は公募で決まりました。一連の資金移動を見ていると、森さんは、 縁もゆかりもない後継者に資金を残したくなかったのではないかという疑念が浮かびます永田町関係者愛則に地盤を継がせることは叶わなかったものの森氏が今も地元石川県において因然たる影響力を保持しているのは以下のような生臭い話が伝わってくることからも明らかだ石川県加賀市で新市民病院の建設計画が持ち上がり 11年以降事業者選定のための書類審査やプレゼンテーションが行われたその際森氏の事務所は特定の医療コンサルタント会社を事業者にするよう当時の寺前秀和加賀市長側に強く要請したのですそう明かすのは事情に詳しい石川県政関係者選定の際関係者の間には森さんが要請しているという気持ちが働き 参加を表明した業者を3、4社に絞る際にはその医療コンサルタント会社は残った。しかし最終的には森さんの要請があった会社とは別の会社に決まりました。それを聞いた森さんはかなり激怒したそうです。この話には続きがある。事業者が決まった約2年後に行われた加賀市長選挙に森氏は自身の元秘書の宮本陸氏を擁立したのだ。 選挙戦に入ると森さんは寺前市長は単身赴任で東京の自宅は大豪邸ですなどと演説実際は寺前さんの自宅は20坪ほどの小さな家なのですがそうした演説の影響もあって寺前さんは敗れ宮本さんが新市長になったこの市長選挙で寺前市を応援した石川県議の向かいで務し78は森さんは寺前のことだけじゃなく わしのことともボロクソに言うとったわしは森さんの国政1期目の時から選挙の世話などをやってきたんやけどね。と、外反する。森さんは政界を引退してから、やたら地元のことに口を出すようになった。自分のイエスマンを増やしたいんだろう。昨年秋、森さんは県議は70歳を過ぎたら辞めればいいと発言したが、 しから、そんんなことを言うんやろ。オリンピックに関してだけではなく地元石川にも少なく目を光らせる森氏彼はいかにして権力の階段を駆け上がりそしていまだに権力を握り続けているのか